コスメのね検証をすることに果たして意味があるのだろうか。正直言ってプチプラはプチプラなんじゃないかなって。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は買ってよかったプチプラ参戦やっていきたいと思います。はい、このチャンネルでは40代50代以上のお悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。私がリピートしているっていうかリピートもするであろうっていうものも含まれてます。はい、なかなか私ね化粧品そうは言ってもねちょびっとしか使わないでしょ。だから割とこう持つんですけど、まあ、これは確実にリピートしてるっていうものもありますので、それをご紹介させていただきたいと思います。まず第3位です。はい、こちらメイベリンのマスカラです。このちょっとねあのシルバーピンク、これ色茶色とか黒とかあるんですけど、何が好きってこのねブラシの部分がこれがプラスチックなんですよ。すごくねあのダマになりにくいんですね。実はこれは何度もリピートしてます。とはいえね女優さんにはちょっと見え張ってランコム使ってるんですけど、ランコムも使いやすいんですが、プチプラではやっぱりこのメイベリン、私はですねマスカラ女なんですよ。マスカラがなくてはならない、私には必須なんです。なのでこれは本当にリピしてます。第2位です。こちらキャンメイクグローフルールチークス02番。これがね軽くパールが入ってるんですよ。だけどすごくギラギラしない細かい優しいパールで、なんとなくふわっとするツヤ感がちょこっと出て、くすみをふわっと飛ばしてくれるいい感じの色なんですよね。これさっきも言いましたけど、やっぱり女優さんにはなるべく私は使わないようにしてるんですよ、やっぱりね。だけど実を言うとこれだけは使ったことがあります。ねえ、あこの人ちょっと今日顔色悪いな、疲れてるなと思った時は、これ使おうと思って、実はこっそり使ったりしてます。ちょっとね他のもどっと混ぜたりしてね。ぜひねあの顔のくすみとかに悩んでる方はちょっと使ってみるといいかなと思います。では第1位です。皆さんもお気づきでしょう。これはね思えばですよ、 YouTube を始めて私が YouTuber のようにですねコスメ検証をするようになって、それまではね実を言うとコスメのね検証をすることに果たして意味があるのだろうかって思いながら実はやってました。正直言ってプチプラはプチプラなんじゃないかなって思うところもあったんです。私、まあ、それまでもアイライナーとかアイブロウペンシルとかそういうものは結構プチプラで十分使えるものが多かったので使ってたんですけど、あのベースメイク関係っていうのはもう一切使ったことがなかったんですよ。なんだけど YouTuber として初めて検証したこちらの熊消し用コンシーラーですよ。セザンヌストレッチコンシーラー30番オレンジ系、びっくりしました。この色味がですねちょうど良かった、熊消しに。そもそもねいっぱい使うものではないので、まあ多少ちょっと乾燥しやすいっていうちょっと難点はあるけれども十分でした。で色がはっきりオレンジ系でクマをすごく消しやすい色だったんですよね。だから本当に少しできちんと消してくれる。なのでこれは私の中でははっきり言って大ヒット商品となりました。セザンヌさんありがとうございます。これが第1位という結果になりました。まあ、他にもねこれからどんどんですねいろいろプチプラ検証してまいりたいと思います。これが良かったりこれを検証してみてくださいっていうものがあればまたコメントをいただけたらと思います。ぜひ参考にしてみてください。ではバイバーイ。チャンネル登録お願いします。